コパどうだった？楽しかった、すごい楽しかった、すごい嬉しかった。だってさあ、ずっと今までさ、本当にぼっちっちだったからさ、みんながさ、オフコラボ してるのさ、指くわえて見てた人だからさ、タコパーのさ、タコの丸め方を知らなくてさ、どうやってね、みんなね、タコなんてね、丸めてんだろうって思ってたの。タコを丸めるじゃん。ねえ、焼くでしょ。転がすんだよ。でね、でね、でね、カリカリのタコ焼き作りたいねって話になって、タコ焼きできた後にもう一回、油をね、かなたんとかココちゃんがこう敷いてくれたの。そうしたら、本当に売ってるのができたんだって。マジで欲しかった。もうルシア、これで、たこ焼き作れる。自分のレパートリーの中にたこ焼きが入った。強みじゃないこれ。ふぶき先輩がソースを持ってきてくれたの。めちゃくちゃ美味しくて、そのソースが。ソースの説明をしてくれたの。このソースあれなんだよ、つって。このソースはね、すごくね、美味しいんだよ、みたいな。そうなんですね、って言って、なるほど、ソースか、つったら空気が凍った。帰ろっかなって思った。うん。まあ、ノー、いや、パンツ。いや、あれはさ、急にやってアクア先輩がさ、なんかみんなパンツ何履いてるのとか言ってさ、あんなこと聞くとは思わないじゃん。でさ、みんなあの時ね、イヤホンが2つしかなかったから、4人聞けなかったのよ。なんか2人2人聞いてたの。例えば、片方かなたん、片方ふぶき先輩みたいな。で、片方、レシア、片方とわちゃんみたいな感じで、やってたの。そうそうそう、そういう風に聞いてて、な、急にかなたんとふぶき先輩が聞いてる時に、アクア先輩がなんかパンツ。え、そうだったよな、多分。そう、パンツの色なんか、聞いてて、びっくりしてるじゃん。答えにならない答えをしてしまった後に、本当にみんなが立ち上がったの。スタッ、確認してみてとか言って。むしろ逃げたからね。こんなに危なかったんだってば。みんなスタン、スタッ。トワちゃんは後ろまでいたから、後ろに。テンションおかしくて、いや、ずっとあんな感じ、ずっと楽しくてあんな感じだったよ。酔ってないよ、酔ってない、酔ってない、酔ってない。みんな酔ってない、お酒飲んでないよ。飲んでなかったです。楽しいのテンションがあとね、もうなんか本当にやっぱり、暖かいよね、なんか、思っちゃったよな。普通になんか、ホロライブで、よかったなーってずっと言ってた。帰る前とか。しばらくみんなと、そう、みんなでその話をしてた。みんなでね、口を揃えて、そう、みんなで話してみました。これからも頑張ろうねって言って、めっちゃ頑張ろうって。もう、うつめなんかめっちゃ上がってきたとか言って。これがなんかホロライブのみんなの力なんだなって思って、1年前とかの話とかしたりして、聞いたりとか、ふぶき先輩とかもいたから、いろいろね、普段聞けないこととか聞いて教えてもらったりして、みたいな。そうそう、そうだったんですよ。ホロライブあったかい、本当にあったかい。なんか本当にね、そう。なんかね、ふぶき先輩がめっちゃ面白いね。カードゲーム持ってた。欲しいなってルシアも思って買おっかなって思っちゃったもん。語彙のカードっていう、語彙力のさ、みんなで遊べる？すごい、なんかそういうさ、なんかなんていうの、気が回るところ、なんか、尊敬する。いいなって思っちゃう。なんか、こうみんなでさ、楽しめるさ、ものを持ってくるとかさ、そういうの良くない？語彙のゲーム、だからなんかこう、3個並べるんですって。並べるんですって並べるんだって。だから黄色で、赤から始まるとか。すっごい面白く、そうそうそう。みんながね、楽しめる空間みたいな、そういうの考えてくださってるんだなと思って。水しか見ずなんつってな。いや、ルシア、ふぶき先輩がパンツの色答えるとは思わなかったんだよ。あ、ルシアびっくりしたんだよね。二度見三度見しちゃったよ。ふぶき先輩本当にっつって。ほんまにっつって。二度見三度見しちゃった。で、ルシアはトワちゃんにずっとひっついてた。トワちゃんをギューってしてた。後ろから。トワちゃん、かわいい。ギュー、かわいいね。あと、カナタンにも、カナタンが近くに来るたびに、カナタン来てっつって。カナタンちょっとこっち来て。ギューってしてました。うざがらみをしてました。ずっと。よいしょ、甘えたちゃんなんでね。甘え子ちゃんなんで。両手でこういう感じない。もう一人一人堪能していく。来て、カナタン、トワちゃん。で、その後なんか、ココちゃんがトワちゃんをなんか昏睡テイムさせてた。ふざけてね、ふざけて。アークの話になって、なんか、トワちゃんの動きが面白くてさ、ジタバタしててさ、ジタバタしてて、あー、恐竜がいる、恐竜が、つって。テイムさせろ、テイム、つって。テイムじゃ、ほらーとか。起きてたけど、あーとか。楽しかった。修学旅行みたいな。